株式会社キサラギは、高知県高知市若松町に本社がある、コンビニエンスストアを運営している企業。現在、高知県で、食いしんぼキサラギと、食材キサラギというブランド名で、店舗展開している。食いしんぼキサラギの一番の特色は、コンビニエンスストアと持ち帰り、弁当店を融合した業態である店である。店内に持ち帰り、弁当を製造する厨房があり。 24時間できたての弁当を購入することができる。これはもともと持ち帰り、弁当店を営んでいた同社が24時間営業としさらにコンビニエンスストアの要素も取り入れたことで成功したことによる。特にチキン南蛮ビッグなど南蛮が入った弁当が人気であり、県民からはビッグと呼ばれ、親しまれている。コンビニエンスストアチェーンでは珍しく、 例年正月三が日は休業する。また、テレビコマーシャルは独特のものであり、経営者が自ら出演していた時期があった。また、長年公式ホームページがなかったが、2014年4月1日に公式ホームページが開設された。2016年4月21日から営業時間が7時から24時に変更になった。人気弁当の一つ、チキン南蛮ビッグ。 ケチャップとマヨネーズであえたソース付き。店舗は高知市内が多く、高知市以外では秋店、野市店、土佐山田店がある。もともと高知県にはサニーマート系列のホットスパー、ーコンビニエンスストアとは異なり弁当専門で長年競合しているホッカホッカ亭と同社しかコンビニエンスストアを運営する企業がなかったが、1997年、イコーローソン、 ファミリーマートなどが参入。さらにホットモットや2015年から高知県にセブンイレブンも参入したため競争が激化している。1977年4月有限会社より密として設立語呂合わせで毎年9月14日を食いしの日とし、前後1日を含め9月13日から9月15日に特別セールを行っている。 この3日間は名物のチキン南蛮が破格で提供される。ありがとうございます。